番図それぞれ違いますけど、一生懸命ですことで扉を開く。おっさん、あうちの道場はまあまあその2年に向けてまず使わない。それから力を使わない。人を痛めさせない。そういうだけ考えれば、あとは特別なことをやるじゃなくて、普段の稽古の時にその基本動作、基本技を大切にすれば、違う時に自然に変わる。そうですね。まあ指導員も多分こんなに特別なことをしない。ただ気持ち命かけて練習するときに自然な練習のときに一生懸命やる。そのまま成果で。だからこう自然にこのこう技の時には力を使わないんだけどもしっかり強い技を打つ、ここまで自然にバランスを取れた状態で相手に打つ。おまけに、痛みをさせない、悪い気持ちを与えない、こういう、全ての技を自然に、この弱いところをどういうふうにやるの、これはこの技かけるよりもご自分の強いタレを基本の時に。それは変な力しない、相手にこうガンガンやるんじゃなくて自然にこう音も自然にこうつながるから、それでそのまま渡るんだ、ね、だから無理がないように、だからこうだんだん基本技でもこの自分の方からやるんじゃなくて相手と一体なっては何も行わない、でこので体全体どこでも使っても同じこと、どういうふうに無理しないように相手の場所をどういうふうに、触ったときに、ぶつからないように相手と一体でそのまま、そのままで、自分が同じこの何か技やるときに、来たときにぶつからないように、ぶつからないけども逃げちゃもダメ、逃げてもダメだし、だそこでいつもやってる稽古の中に中心から動ける、それだけで、それだけでもうつらがあるから、そうそう、つまり大きなことしなくて相手をコントロールできる。あとはスピード、スピードだけどもスピードっていうのはこう割りを割りはこう力じゃなくて、この来た時にそのタイミングで、この腕力を使わない、
だけども、これいつもやってる構える時にうわーっあるとちょっとだけ動けば曲がりになる。それをうわーっそれは、立ち技でも座り技も同じ。この、この上半身使わないように自分の座り方で座り方でそれを変わらないように重心の移動だけやれば簡単に相手をコントロールする。これどこでも。これはこっちでも、いいでも。相手も、こういうふうに押さえても同じ。これは続ければ、あればこれ力を増してくれる。で、つながる。それは全然好きじゃなくて自分の腰のバランス。それはどういうふうに作るかというと、まあやっぱり基本動作ね。基本動作はしっかり分かれば誰でも簡単にできる。ただこういうふうに一つだけきっかけ作れば、きっかけ作ればあとは簡単に重心。これは響きによって作られている響きによって演出にそれをそのまま移動できるそういう、練習ですね。これはどこでもこのままできるように一緒に手を軽く、これはただあの体を移動する、ただまあ響きによってやってるみたいな感じで、力は使わないからいつでもこれ長く、そんなに疲れない。こういうふうに、まあ、非常に集中力と言いますけど、これは、なんか特別なことをやるんじゃなくて、普段の稽古の時に一生懸命すること、それは集中力。そうすると、いつでもこれだけやったことは、これを短い時間で、すべての力を出せる。それは、あとはバランスだから、力関係ないから、ちょっと相手は一つも悪い気持ちは足りない。だからそれを、課題として、ね、この例えばいつもやってる日刊賞でも何でもいいけど、これはただこの技やるんじゃなくて、やっぱり気持ちを込めてしっかり全てのものを出すこと。まあ疲れたら後で休んでもいいけど。でも技やるときにはしっかりやっぱりやらないと、だから集中力っていうのはそういうことだけだから難しいことではない、ね、ただだから生きるのはまあ武道だけど真面目にしなくちゃいけないけど、それも楽しくしながら自分だんだん固めてだんだん自分の限界を伸ばす。それは負担の経験の時にやれば誰でもできると思います。はい、ではこれで頑張りましょう。よし、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 よし。はい、じゃあ、検査して、はい、先生じゃなくて、よし、受け手に、はい、先生に、はい、よし、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆっくり立ち入れます。ゆっくり立ち入れます。大丈夫か、ちょっと